全ロシア人民戦線のポスター、全ロシア人民戦線は、ロシア連邦大統領、ウラジーミル・プーチンを支援する超党派の社会団体、国民運動隊である。全ロシア国民戦線とも、2011年5月6日、同年12月の下院戦と2012年の大統領戦に向け、当時ロシア首相であったプーチンがこの団体の設立を発表。 2013年3月29日には、プーチンがこの団体の社会団体への格上げを及び、同年6月に創設大会を行うよう求めた。2013年6月12日、設立大会をロシアの日に合わせて開催。プーチンは、もともとは政党である、統一ロシアを支持母体としていた。ところが、統一ロシア内部では2000年代後半から、議員や、 幹部の汚職や選挙不正などが明るみに出ることが多くなり、ロシア国民の党に対するイメージが低下していっている。そこで、プーチンは統一ロシアを事実上を見限って、他の親政権党及びプーチンを支持する国民を取り込み、国民の指導者として自身の権力の安泰とイメージ向上を図ろうという戦略があるとされる。この団体の創設は統一ロシアを介さず、 ロシア国民とプーチン大統領を直接結びつけるための戦略とされているが、プーチンによる独裁体制がさらに顕著になり、政党政治が形骸化するという見方もある。ありがとうございます。